北スクイレルヒルと南スクイレルヒルはピッツバーグダウンタウンの東郊外にあり西隣の北中南西オークランドに接しているスクイレルヒルのマーレーアベニューでスクイレルヒルはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグの東郊外にある地名カーネギーメロン大学など高等教育機関があるオークランド文教地区に隣接していて住民は人種は混合しているが ユダヤ系アメリカ人が多く住むところとして知られている。行政的には、北スクイレルヒルと南スクイレルヒルとに分かれているが、通常同一に扱われている。スクイレルヒル北緯40度26分17秒、整形79度55分23秒。 北40.438072度整形79.922972度40.438072-79.922972 79. は北スクイレルヒルと南スクイレルヒルに分かれている。郵便番号は15,217と15,232の2つ。二千十年には北スクイレルヒルの人口は11,363で、 2000年から9%増加し、人種的には白人が75%、アジア人が17%、ヒスパニックが4%、黒人が3%であった。南スクイレルヒルは15,110人で4%増加し、白人は82%、アジア人が11%、ヒスパニックが3%、黒人が3%であった。2010年には、 スクイレルヒルの住人の44%はユダヤ人であった。ユナイテッド・ジュイッシュ・フェデレーションの2002年調査では、大ピッツバー・ピッツバーグ広域都市圏のユダヤ人の33%はスクイレルヒルに住み、14%がその近くに住んでいた。この報告には、市中に安定したユダヤ人コミュニティがあるのは、北、アメリカでは珍しい。と追記している。 スクイレルヒルの地名はアメリカ先住民の命名を英語に直したものと推測されている。このあたりはハイイロリスをたくさん見かけたのでそう命名したのであろう。この街の最初は南にあるものが平川に沿って始まっている。ピットトリデの兵士が1760年にここに家を建てたという記録がある。19世紀に入って、 南北戦争後に裕階級の人々が救いれる昼に家を建て始めた。1869年には女子のチャタム大学の前身が開校して、現在でもこの大学はこうした家をいくつか所有している。1893年に路面電車が開通した。フォーブスアーベニューとマーレーアーベニューを経てホームステッドまで走っていたが、1958年には廃止され、 バスに置き換えられた。ユダヤ系アメリカ人が救い入れる昼に来たのは、1920年代の多くの東ヨーロッパのユダヤ人がアメリカへ移住してからである。ピッツバーグのユダヤ人文化の中心となり、コッシャー肉やデリカ鉄線、本屋などが開店している。1990年代には、ロシアからのユダヤ人が数百人到着している。 ブランダイス大学の2017年調査では、ピッツバーグ広域都市圏の26%のユダヤ系アメリカ人が救いれるヒルに住み、20%がサウスヒルに9、9%がノースヒルに住む、などとなっている。2018年10月27日、域内にある生命の木、シナゴグに銃乱射事件があり、11人が死亡、6人が怪我をしている。 ニューキャッスルを出て、ピッツバーグ国際空港、ピッツバーグダウンタウンを経てくる、週刊道路376号線は、スクイレルヒルを南北に走るマーレーアベニューに、インターチェンジを持ち、すぐスクイレルヒルトンネルに入り、さらに東へ向かい、モンドービルで、ペンシルベニアターンパイクに通じる。ありがとうございます。